お互いによく知り合った仲間だし、手の 裏までよく読み尽くしていますから。大詰め個人戦男子組手の部決勝です。香川正男選手対小倉康則選手。先に技を出してポイントになったのは小倉選手でした。いい突きでしたね、はい、抜いてました。やはり香川選手自力ありますね。一瞬の決め手ですね。ちょっと小倉選手の蹴りがですね、はい、膝の買い込みがちょっと遠すぎるんですよね。だからこう付け込まれてしまうという結果になりましたね。動きながらの技、なかなか立派ですよ。はい、この後回り込んで技が入ります。はい、これいいですね。これで技ありで1本取りました。はい、これは3本勝負ですから。はい、攻め込むときは攻められるときと思った方がいいような感じですね。そうですね、その一瞬の差というものがですね、はい、攻めか受けになりますからね。微妙です。本当に微妙です。まあ、これらの日本の武術というのは大半がやっぱりこの相打ち的にいってですね、はい、本当の瞬間の技でもって相手を倒しますね。はい、今の突きの前に香川選手の突きが入ってるんじゃないですかな。はい、長見事でした。瞬間的な強突きましたね。うまかったです。これで2本目ですね。優勝は香川正男選手、2位小倉康則選手、3位川和田実選手、立津明永選手、以上でした。この優勝は大変ですよ、はい、昭和43年の11回大会で植木選手が肩組手ともに優勝して、はい、総合優勝を飾って以来の快挙です。今大会全体を振り返っていかがでしょう。まあ、上位8選手誰が優勝してもですね、はい、おかしくはない。